ロイ・レモンドは、ランジェリーの小売りである、ビクトリアズ・シークレットを立ち上げたアメリカ合衆国の実業家である。タフツ大学を呼び、スタンフォード大学ビジネススクールを卒業。彼は、百貨店で妻のためにランジェリーを買ってやるのが、恥ずかしいと感じ、スタンフォードショッピングセンターにビクトリアズ・シークレットの1号店を設立した。店を開くために、銀行から4万ドル。 親族から4万ドルを借りた。初年には50万ドルを稼いだ。その後すぐに通信販売に手を広げた。創業から5年後の1982年、レーモンドはビクトリアズ・シークレットをザ・リミテッドに400万ドルで売却した。1990年代までにビクトリアズ・シークレットは10億ドルに達し、アメリカ最大のランジェリーの小売りとなった。 2009年では50億ドルであった。レーモンドは1984年にマイ・チャイルズ・ディスティニーを起こしたが、1986年に倒産した。1993年8月26日、レーモンドはゴールデン・ゲート・ブリッジから身を投げ、46歳で亡くなった。離婚しており、現在子供は二人いる。2010年の映画、 ソーシャルネットワークでは、ショーン・パーカーが、マーク・ザッカーバーグに成功したアイデアの可能性を理解しない、危険性を解く際、レーモンドを例に挙げた。ありがとうございます。